Dusk turns into nightfall. Sand turns into glass. Hello and welcome to Ego Egg number 11. 第11回の Ego Egg へようこそ。ちょっと色がおかしいな。まあ許してください。設定がちょっとおかしいかもしれない。なんかあんまり色がくっきりパッキリしてないんで申し訳ないです。今日のトピックは、すごい偶然なんだけど、今日のトピックは色です。色言葉です。なのに色がおかしいのは申し訳ないですけども、これは英語で、日常会話で出てくる、色に関する言葉ですね。まずはこれがすごい、まあ、伝統的な、全然赤になってないんだけど、in the red、 in the red、 これ日本語で言う赤字です。偶然で日本語も英語も赤を使ってます。偶然かどうかはわからない。ひょっとしたら、そうだな、中国から来たとか昔のビジネスの方が日本にアメリカから入った時は in the red って言ってそのまま訳して赤字になったかもしれないけども、当然 in the red が言えれば in the black も言えます。これは黒字になった時に in the black。 My business is in the black。 My business is in the red。 運が良ければ in the black です。はい、次は緑を使う言葉です。これは、そうですね、 green thumbGreen thumb. He has a green thumb. He has a green thumb. ちょっと待って、マイクの位置がおかしいです。He has a green thumb と言ったら、彼は庭関係が上手。例えば、green thumb じゃない人。例えば、あ、これたまにはですね、brown thumb って言うんだけども、brown thumb の人は、いくら頑張っても花が死ぬとか、いくら頑張っても庭ができないとか、そういうものですね。green thumb。要するに、植木関係が上手っていう意味ですね。I have a green thumb. 同じ色で意味の違うものがあります。He is green. She is green. まだ新人だってことですね。まだ、ちょっとできてない。ちょっと待ってくださいね。これ途中で直せるかな。色が気にならないですね。ちょっと待って。待ってよ。あ、これでどうだ。あ、ちょっと良くなった。ごめんなさい、私はカメラの設定 に対してはグリーンです。そういう言い方も言えるかもしれない。はい、まだ新人です、すいません。はい、ちょっと悲しくなった時に、これ日本語でも、日本の中でもよく使うんだけども、ちょっとブルーだとか言ったりするんだよね、日本人でも、Feeling blue, I'm feeling blue。 まあ別の話だけど I'm down とか言うんですね。ちょっと下ですね、下の気分になってます。I'm down. I'm blue. Why are you feeling so blue? どうしてそんなに青いのっていう言うんですね、英語では。悲しい気持ちになってます。今度は黄色です。黄色。He's yellow. これね、あんまりね、最近使わないと思うんだけども、昔の西部劇とかでよく What are you yellow? とか言ったりして、お前怖がってるのか、ビビってるのかっていう意味で使ってると思います。ビビってるのか。He's yellow。 ちょっとね、発音が Yellow とかになったりしたのね、昔のテレビ劇だったら。で、最後自己紹介に入る前に、 It's a gray area。 これはよく使う。 It's a gray area。 これはよく法律関係で使うのね。これ曖昧です。例えば、これは誤報ですか、誤報ですか、違法なのか誤報なのかわからない場合は It's a gray area。いいかもしれない、悪いかもしれない。これはよくわからないです。はい、今度、自己紹介やりたいと思います。やっと、サラっていうね、子からね、送っていただいたんですけども、一番最初にね、4分のものを送っていただいたんでね、使えないんですよ。やっぱり4分の分析は25分になっちゃいますね。だいたい1分のビデオには5分ぐらいの分析、時間が必要なので、でもこれはまだアメリカ人なんです。日本人からはまだ2人からしかもらってないので、ぜひ勇気を絞って作ってください。1分のものでお願いします。作ったら g@egoegg.com に送ってください。 eigoegg.com です。じゃあ今度はサラの自己紹介を見せたいと思います。まずは一通り見て、その後は分析しましょう。これです。Do not attempt to adjust your screen. There is nothing wrong with the camera. This room really is dark. I'm Sarah. I'm the Yes Japan chat room ghost.
And some of you may already know that I already sent in an introduction, and it was pretty good. But you know, as I was talking to George, I realized it just wasn't good enough. It just wasn't awesome enough. So I decided I needed to make another introduction. One that was so awesome, it would blow George's mind and he'd have to use it on Ego Egg. So this is my self-introduction. I've been learning Japanese for years now, but I just recently got onto Yes Japan about a few weeks ago, met everyone, met George, signed up for the lessons, and I'm doing great. And I'm enjoying everyone's company here. If you see me on the chat room, please say hello. I'd love to talk to you. I love people, I love life, and I'm willing to share it with you. So if you ever see me on chat, please say hello, and I will see you all later. Bye-bye. はい、今の自己紹介分かったのかな？かなり普通の英語を使っていて、あのみんなは英語を勉強してるっていう意識なしで喋ってるので、聞き取りにくい部分もあると思いますけども、じゃあこの自己紹介で何が勉強になるのかな？さってみましょう。Do not attempt to adjust your screen. これはね、あの Do not attempt to adjust your screen。これ昔のトワイライトゾーンっていうテレビ番組で必ず言った言葉です。Do not attempt to adjust your screen。画面の設定をいじるな、いじようとしないでっていう attempt。何に何しようとしない。Attempt しようとする。I attempted to go 行こうとしたとか、I tried to go という意味にもなるんだけども、この場合は、Do not attempt to adjust. Adjust 調整 your screen。なんでそれを言ってるのかは、あの彼女いつもこういう暗いバックにいるので、暗いバックだからあなたの画面のせいじゃないよと。トワイライトゾーンじゃなくてね、違う番組だったような気がする。思い出せない。うん、似たような番組で、あのいろんな面白い怖い話を、ああ出てこないな、後で思い出したら言います。 There is nothing wrong with the camera. There is nothing wrong with the camera. カメラにも問題がないと。 Room really is dark. This room really is dark. 本当はこの部屋が暗いです。ごめんなさいね、彼女の音がちょっと悪いんで、あの今見てる人は聞こえないかもしれないけども、実際出したものは綺麗に聞こえてます。Sarah, I'm the Yes Japan chat room host. ちょっとバックしましょう。Do not attempt to adjust your screen. There is nothing wrong with the camera. This room really is dark. I'm Sarah. I'm the Yes Japan chat room ghost. I'm Sarah. I am Sarah と言ってないね。もっと自然に I'm と言いましたね。これ英語で contraction と言います。I'm Sarah. I'm the Yes Japan ghost. 彼女はよくYes Japan のチャットルームに来てます。もし、来て、彼女に会いたかったらですね、yesjapan.com/video/stream S-T-R-E-A-M に来て、彼女大体いるんですね、この時間帯だったら。彼女すごいフレンドリーで、もし友達になってくださいみたいなこと、そのわけわからないこと普通言わないんだけども、言ったら彼女はなってくれるんで、恥ずかしがらないでください。And some of you may already know that I already sent in an introduction, and it was pretty good. But you know, as I was talking to George, I realized it just wasn't good enough. あの今の言葉すごい長いんで、あの全部一つ一つは細かく言わないけども、彼女はあの今、言ったのは以前も、イントロダクション紹介を送りました。みんなさんは知ってると思いますけども、もう送りましたと。彼女もこのチャットにいるんで、チャットの人に直接話してるんですけども、でもさっき言ったようにこれ4分のものだったので、私はごめんなさい、使えないと言ったんです。Just wasn't awesome enough. It wasn't awesome enough. Awesome という言葉、これは映画とか日常生活で本当によく出てくる。私もすごい使う言葉で、最高っていう意味です。A-W-E-S-O-M-E Awesome Awesome じゃなくて Ah って言うとね Awesome It's awesome So I decided I needed to make another introduction When It just wasn't good enough It just wasn't awesome enough So I decided I needed to make another introduction で新しいのを作ろうと決めましたと。 When that was so awesome It would blow George's mind and he'd have to use it on Ego Egg.はい。One that was so awesome, it would blow George's mind. この blow
について話したいと思いますね。 blow を辞書で調べると吹くって意味だけでも to blow someone's mind to blow George's mind 彼がすごいびっくりさせるようなって意味なんですね。例えばなんかすごいもの見て it blew my mind 過去形ね it blew my mind もう見て頭が爆発したって意味です。頭が爆発したってのは怒ったって意味ではなくすごかったって意味なんですね。 To blow George's mind ちょっともう一回聞きましょう。 So I decided I needed to make another introduction. When that was so awesome, it would blow George's mind and he'd have to use it on Ego Egg. すごすぎてジョージはどうしてもエゴエグで使う必要になってくるぐらいのものを作りたかったですと。 So this is my self-introduction. I've been learning Japanese for years now, but I've been learning Japanese for years now. これがちょっと面白いと思うのは、今までの自己紹介はだいたい何年勉強したかを、具体的に言ったんですけども、彼女は今何年かは言ってないね。I've been learning Japanese for years. ただの years。要するに訳すと数年って考えなきゃいけないね。数年でも何年かはわからない。もう一回聞きましょう。That was so awesome. It would blow George's mind and he'd have to use it on Ego Egg.So this is my self-introduction. I've been learning Japanese for years now, but I just recently got onto Yes Japan about... これね、days でも使えるね。I haven't eaten for days. 何日も食べてないって意味なんですね。何年も勉強してたという。その何年の訳だな。Many years でも言えるし、そうすると数年になっちゃうね。はい。A few weeks ago, met everyone, met George...今ね、日本語で言う、よくやる何々をして、何々をして、何々をしてという文法を使ってます。もう一回聞きましょう。立て続けに何をやったかを言ってるんだけども、英語と日本語のやり方はちょっと違います。Recently got onto Japan a few weeks ago. 数週間前に Yes Japan に入って。ごめんね。これね、あんまりビデオが WMV なのでね、Windows Media のファイルだから、綺麗なところで切れなくて申し訳ない。I just recently got onto Yes Japan. Recently got onto Yes Japan. A few weeks ago, met everyone. みんなと会って、ジョージと会って。レッスンにお申し込んで、で、今、すごくうまくいってます。で、みんなのカンパニー。おぉ。日本語で何て言うんだろうね。ちょっと特別ゲストに聞きましょう。Everyone's company。日本語に訳すと、みんなの仲間、みんなの仲間をエンジョイしてると。You see me on the chat room, please say hello. If you see me on the chat room, これ in the chat room。って言ったかな、インかオンって言ったかな。どっちでも使えるんです。実はチャットルームの中で私を見ると、またはチャットルームで見るとインでもオンでもいいんですけども、 About few weeks ago, met everyone, met George, signed up for the lessons, and I'm doing great, and I'm enjoying everyone's company here. If you see me on the chat room, please say hello. I'd love to talk to you.I'd love to go to America. I'd love to eat pizza right now. そうやって今これができると最高ですって意味ね。I'd love to do something. I'd love to fall in love. 恋に落ちたくてしょうがない。まあそういうことも言える。I love people. I love life. And ああいいね。優しい子で本当に。日本人は結構英語を勉強してる人は特にアメリカ人の友達だったとかイギリスの友達が欲しいんだけども、Yes Japan のチャットルームに来てください。逆の人いるんで、日本人の友達がどうしても欲しいから、お互いなんですよ、気持ちが。I'm willing to share it with you. So, if you ever see me on chat, please say hello, and I will see you all later. Bye-bye. バイバイ、ありがとう。もう本当に素晴らしい、自己紹介でした。ありがとうございました、サラ。あと、もう一つさらにありがたいっていう、のがあるんですけども、サラがね、実はこれを書いてくれました。これをね、手書きでね、1日かけて、この Yes Japan Daily とか英語英語のロゴも入ってるんだけど、この後ろにも4色のものにして、もうこれからの永久の飾りになるんですけども、
本当にあのアートが上手ですよ。これすごくない？よくできたと思わない？と思わない？はい、じゃあそういうことで英語エグ11でした。英語エグに参加したい方は、Yes Japan のツイッター、Yes Japan YESJAPAN のツイッターをフォローしてください。そうすると、こういう、ストリーミングの2時間ぐらい前に普通報告するんだけども、みんなはこのチャットルームの中でみんなと、友達作ったり、生で見たりすることができます。じゃああなたの自己紹介待ってますよ。よろしく。じゃあまた明日。バイバイ。